韓国産、トルコに支援物資を受け取り拒否されたようです。2023年2月6日、トルコは2つの巨大地震に襲われました。現在、犠牲者は5万人を超えており、すでに21世紀で6番目に犠牲が多かった地震となっています。日本をはじめ、世界中から救助隊や支援物資が送られていますが、中には心ない人々もいます。一体誰かというと、言わずと知れたお隣さんです。韓国から集められた救援物資のうち、なんと 90% 以上がゴミだったのです。救援物資の例を挙げると、壊れた電化製品や汚れた中古の衣類、食べかけのお米など、送っても意味がないものばかりでした。被災地に救援物資としてゴミを押し付けるなんて本当にひどいですよね。日本の救助隊の姿勢をもう少し見習ってほしいです。というわけで、今回は日本と韓国の支援内容の違いがヤバすぎるというテーマでお話ししていきます。今回の大地震は2023年2月6日、現地時間午前4時17分にトルコ南部にあるガジアンテプ市付近でマグニチュード 7.8 の揺れが観測されました。100年に一度の大地震と言われた今回の大地震。被害はとても大きなものになりました。それはトルコ各地だけではなく、隣国のシリア、レバノン、キプロスでも大きな揺れを観測しています。また、トルコの建物には耐震用の柱などが使われておらず、この揺れで建物が大きく崩壊しています。そのため、建物の下にいる人の救助活動が困難を極めており、現地では緊迫した時間が流れています。しかも、建物の下にいる人の中には小さな子供も含まれています。痛ましいですね。さらに、大きな揺れはこの1回だけでは終わりませんでした。地震発生からおよそ9時間後、100km ほど北に離れた場所で、再び大きな揺れが発生し、1回目とほぼ同じマグニチュード 7.5 を観測しているのです。専門家によると、2回目の地震は余震ではなく、完全に別の地震であることが判明し、それに伴い、極めて稀な双子地震、今後の活動に注意が必要。と指摘しています。この双子地震という言葉はあまり聞き慣れないと思いますが、簡単に言うと、最初の地震で周辺の断層に負荷がかかり、新たな地震が発生するという現象ですね。どちらも本震となるような地震が立て続けに起きる地震のことを双子地震というわけです。ちなみに、日本でも双子地震が起きたことがあります。直近だと、2016年4月に起きた熊本地震がそれに該当します。まだ記憶に新しい地震ですね。実はトルコと日本は友好国であり、その歴史は古く強固な関係にあります。大切な友好国であるトルコでここまで甚大な被害が出ているのに、そのパートナーである日本が何もしないという選択肢はありません。トルコのために今こそはと立ち上がります。大地震発生の翌日の2月7日、現地にはもう日本の救助隊の姿がありました。日本から遠く離れたトルコの地にいち早く駆けつけた救助隊の姿に世界中が驚きました。このあまりの迅速さに、地震対応のプロフェッショナルが来てくれた、なんて素早い到着だろうか、もうこの時点で彼ら地震の専門家と言えるだろう、あまりにも早すぎじゃないか、など世界から称賛と驚きの声が上がりました。でもなぜこんなにも迅速に対応することができたのでしょうか。実は国際的な災害が発生した際、日本では他国からの要請がある前に国際協力機構 JICA 主導で消防庁や外務省等でいつでも要請に応じられるよう準備を進めているんです。この事前に備えるという行動そのものが日本の迅速な対応スピードを実現させているわけです。さすがですね。またそういった準備体制はもちろんですが、現地での活動も的確に対応できる日本、それは地震大国である日本だからこその対応なんです。ご存知の通り、日本は世界から見て地震が非常に多く、
その被害や津波等の対応策が実体験としてあります。その知識や経験則から必要なものは何か、またそれに伴うコストや人員はどれくらい必要なものなのかなどの知識がすでに日本には備わっているわけです。地震対応のエキスパートと言っても過言ではないほど、日本は地震災害への対応が優秀なんですね。さて、次は韓国の支援について見ていきましょう。トルコで大地震が発生すると、韓国でも一斉に兄弟国を救おうという掛け声が上がりました。ちなみにトルコは韓国で兄弟国と呼ばれています。その理由は1950年代に起きた北朝鮮との戦いの時に、トルコが国連軍として韓国に味方してくれたからです。それで兄弟のように固い絆で結ばれた国ということで兄弟国と呼んでいるのです。もっとも韓国がトルコに何をしてあげたかというと何もしていないし、トルコの方は韓国を兄弟国と呼んでいないので完全に片思いなんですけどね。それはさておき、兄弟国を救おうという掛け声に韓国人は団結しました。その気持ちは立派なものです。実際国内各地にあるボランティアセンターには韓国中から救援物資が大量に集まったといいます。ソウル近郊に位置するスウォン市の施設には1日に衣類だけで市民から10トンも提供されました。しかしここまではいい話なのですが、大量に寄せられた救援物資にはある問題がありました。それは中身がゴミだらけだったこと。汚れがついたままの服や片方しかない靴、大きな穴が開いた靴下などが大量に含まれていたのです。こんなものを送られても使い道がありません。トルコ人を困らせるだけのゴミです。しかも韓国人が集めた救援物資は衣類だけではありません。例えば暖房器具として使ってほしいと送られてきたハロゲンヒーターは本当に使えるのか怪しむほど年季が入ったもの。暖を取るどころか火事になってしまいそうです。そもそも現地では電気が回復していない地域も多いので置物にしかなりませんが、電気ケトルは一体何に使ったのか、内部が異常に汚れていたり注ぎ口が歪んでいたりしていました。さらに何を考えたのか、扇風機まで救援物資として送られてきたのです。現地の季節は冬真っただ中で、地震発生直後には雪も降りました。それなのに扇風機まで寄付されてしまったのです。他にも埃だらけのスーツケースや使いかけの砂糖にお米、汚れた布団に豚が使われた食料品など、韓国から集められた救援物資のほとんどがゴミでした。ちなみにこの中で一番ダメなのが食料品です。トルコは国民の9割がイスラム教で、ほとんどの人が豚肉を食べません。というより戒律上食べてはいけません。それなのに韓国語で原料に豚が使われていますと書かれた食品を送ろうとしたのです。現地の人が知らずに食べたら国際問題待ったなし。韓国人がトルコにイスラム教徒に豚を食べさせようとしたと大問題になりそうですよね。以上のように韓国人が寄付した救援物資はほとんどが使い道のないゴミばかりでした。韓国メディアの報道によると、ある施設では国民から提供された救援物資のうち 90% がゴミだったそうです。使えるものはたったの 10% しかなかったのです。ゴミの割合が高すぎませんかね。その韓国メディアは、心ない国民が寄付をゴミ捨て代わりに利用しているとコメントしていました。韓国でも粗大ゴミなどは処分にお金がかかります。処分費用がもったいないから寄付してしまえと考えた人がいるという分析ですね。なんというか非常に残念な行動です。しかし韓国では常識で通じたとしても他国では通じません。唯一の救いはこういった実質ゴミの救援物資が実際には被災地民の元には届いていないことです。市民から提供された救援物資は一度ボランティアセンターや物流センターに集められて、検品の後トルコに送られる手はずになっていました。そのため仕分けボランティアの方によって韓国人が寄付したゴミはトルコ向け物資からは排除されたのです。ただしやはりゴミが多すぎて
集まったボランティアだけでは仕分け作業が終わらないという事態も頻発したそうです。仕分けボランティアとして参加していたあるトルコ人留学生はメディアの取材に対してこう答えています。韓国人が多くの物資を寄付してくれたことは本当に嬉しく思います。だけど被災地に送れないものも多いので仕分け作業が大変ですよ。はっきりとは言っていませんが、ありがた迷惑だから勘弁してくれという気持ちがうかがえますね。なお、こうした異例の事態を受けて在韓国トルコ大使館は中古品の寄付は受け付けていないとの声明を発表しました。大使館はその理由を、現地では医療体制が崩壊しており、中古の衣類や物品から衛生問題が発生する可能性があると説明しています。使えないゴミを送れない、では角が立つのでオブラートに包んだのでしょう。まさかトルコ大使館の人もゴミを救援物資として押し付けられるなんて想像もしていなかったのではないでしょうか。さて、今回の騒動は韓国でも話題になっていました。その反応の一部をご紹介します。使えないものをどうして送ろうとするのか。家にゴミ袋もないような奴らがゴミ捨て場を見つけたようだ。本当に恥ずかしい。少しは相手の立場になって考えてみろ。壊れた暖房器具を受け取って何になる。韓国の国際的地位を貶めようとする中国人の作戦。韓国人だったらこんなことはしない。テレビを見ると新品のように綺麗なのに、中古だからダメと捨てられたものが多い。災害時なんだから少しくらい我慢しろ。中古の衣類もダメなのか。だったらトルコはこじきだ。古い服はいらない、新品だけ欲しいってことじゃないか。食料品に文句をつける理由がわからない。ラーメンは最高の救援物資だ。上で危機的な状況でも豚肉は食べないのか。以上のように韓国からはゴミを送るなという意見と、中古品や豚肉入り食品、つまりトルコにとってはゴミだったら送ってもいいという意見が大体半々の割合で寄せられていました。いや、さすがはお隣さんですよね。トルコにゴミを押し付けようとしてゴミを送らないでほしいとお願いされたら逆ギレする。到底理解できません。それにラーメンについてもいろいろと言っていましたが、韓国から被災地にラーメンが届くような状況だったら、他の国から被災地にハラールに配慮した食べ物、イスラム教の戒律によって食べることが許された食べ物が届く状況でもあるのです。それなのにラーメンは最高の救援物資だから我慢して食べろとは、人の心がないのかと心配になってしまいます。実は韓国はこれまでも被災地にゴミを送っています。2016年10月、台風18号によって韓国南東部は大きな被害を受けました。海岸近くの23万世帯が停電した上、河川の氾濫も発生。広い地域で床上浸水が起きました。この事態に立ち上がったのが韓国です。トルコと同じように被災地には韓国各地から支援物資が寄付されました。その量は合わせてなんと 3.5トン。この時点で家に帰れず避難生活を送っていたのは3000人程度だったので十分以上の量でした。しかしすぐにある問題が発覚します。トルコと同じようにその物資はゴミだらけだったのです。使用済みの歯ブラシや使いかけの上に使用期限が切れた歯磨き粉、錆びたカミソリ、支援物資の中身はこういったゴミばかりでした。いや、使用済みの歯ブラシを送って被災者の方が使うとでも思ったのでしょうか。送った人は不衛生だということがわからなかったんでしょうか。少し動画内で触れましたが、日本とトルコは絆の物語といいますか、友好の歴史があります。きっかけは1890年のエルトゥールル号事件。日本との平等条約締結の促進などの目的でオスマン海軍少将を特使とする親善使節団がトルコに帰国する際の1890年9月16日、エルトゥールル号が和歌山県の串本町沖にある紀伊大島のカシノキ東方海上で遭難し、沈没してしまいます。オスマン少将以下587名が殉職、生存者わずかに69名という大海難事故となりました。
この遭難に際し、当時の大島島民は、不眠不休で生存者の救助、介護、また殉難者の遺体捜索、引き上げにあたり、日本全国からも、多くの義援金、物資が、遭難少子のために寄せられました。69名の生存者は、神戸で治療を受けた後、同年10月5日、日本海軍の軍艦、伊江、金剛の2隻により帰国の途につき、1891年1月2日、無事イスタンブールに入港、トルコ国民の心からの感謝に迎えられました。それから94年後の1985年、イラン・イラク戦争が激化している最中、イラクのサダム・フセイン大統領は、今から48時間後にイラン上空を飛ぶ飛行機を無差別に攻撃する。と告げました。現地にいた日本人215名は、すぐさま飛行機に乗って逃げようとしたのですが、すべての飛行機が満席状態で誰も乗ることができませんでした。各国の飛行機が救援のために次々と訪れる中、日本は安全が確保されないため、日本から航空機は飛ばせない。自衛隊を派遣する許可も下りない。などの理由で救援機を出すことができず、現地の日本人は途方に暮れていました。ピンチに陥っている自国民を助けないなんて、腹が立つやら呆れるやらです。こんなことは、二度と繰り返してはいけません。しかし、そんな時、救いの手を差し伸べてくれたのがトルコでした。トルコから駆けつけた救援機2機により、日本人215名全員がイランを脱出することに成功したんです。タイムリミットのわずか1時間前のことでした。当時、テヘランには、多くのトルコ人も在住していましたが、航空機を日本人に提供し、トルコ人は陸路で避難をしたそうです。どうしてここまでして日本人を助けてくれたのか。私たちはエルトゥールル号の借りを返しただけです。そんな返事が返ってきそうですね。ちなみにこの2つの出来事は2015年12月に公開された海難1890という映画で描かれています。一度見てみてはどうでしょう。しかもトルコは東日本大震災の時も救助隊を派遣してくれています。今度は日本が恩を返す番ですね。いかがでしたか。当チャンネルの感想ですが、地震発生の翌日にはもう先発隊が現地入りした日本に対し、相手の事情などお構いなしに食べてはいけないものを送りつける韓国、相手への思いやりのあるなしが非常にはっきりと現れていますね。よかったら皆さんの意見や感想も聞かせてください。それでは最後まで見ていただきありがとうございました。